やり方自体がわからないという子供になってしまうことがあるんですよ、えー、小学校のクラス替えって子供の人格形成にどれぐらい影響すると思いますか、えー、人間関係ってじっくり時間をかけて作り上げていくものだと思うので人付き合い苦手な子供は孤立やすくなったり人間の子供が孤立やすくなったりそんなことないかどう思いますか、えっと、人格形成にとって僕結構クラス替え重要だと思うのは赤の他人と仲良くなる能力というのは 赤の他人との接点が多ければ多くなるほど上手くなる確率が高いです。例えば、小学校でずっとみんな同じメンツと中学に行きました。他人と一切接点がありませんっていう人が、いきなり一人だけ高校に行くと、どうやって仲良くなっていいかっていう、他人との仲良くなりやり方自体が分からないという子供になってしまうことがあるんですよ。なので、強制的なクラス替えっていうのをすることで、共通の友達、知り合いが全くいない状態で、例えば、友達がいて、 友達と会話をしながらもう一人をその場に入れて会話をすることができるっていう人がいるんですよはこの楽しい話をしててご飯を食べてて一緒にご飯食べるっていうのを自分のテリトリーに他人を入れるというのは可能な人がいるんですけど 3. で飯食ってるところにあ一緒に飯食っていいって入っていくっていう他人のテリトリーに自分から素手で入っていくっていう能力はまた別なんですよでもそれってそのクラス替えみたいなことやらないとここまで経験する必要もないしやっぱりリスクもあるし怖いからやりたくないって人はなりがちなんですよ なので強制的なクラス替えをすることで気持ちいいコミュニティがない状態でじゃあどうやってコミュニティを組み立てるかっていうのをあの学ぶっていうのが割と若いうちにやっておくと1回やり方を覚えると何歳でもそれ使えるんですよ。なので早めに覚えた方がいいんじゃないかなっていう意味でもクラス替えはあった方がいいんじゃないかなと思います。